ワトリング街道の戦い、A、バトルオブワトリングストリートは、60年、または61年頃に、グレートブリテン島で、イケニ族の女王ブーディカが率いる、ケルト人先住民のリタンニア所属同盟軍と、ガイウス・セートニウス・パウリノスが指揮するローマ軍団との間で起こった戦い。ローマ帝国側にとっては、兵士の数が1対20と圧倒的に不利な状況であったが、それを覆し勝利を得て、グレートブリテン島での影響力を維持することに成功した。支配下に置いていた地域の中には大打撃をかぶったところもあったが、この勝利によりローマのブリタンニア支配は410年に終焉を見るまで続いた。戦場の正確な位置は判明していないが、戦場はロンディニウム、現在のロンドンとビロコニウム、現在のシュロップシャー州、ロキシターとの間、ローマが築いたワトリング街道であったというのが、歴史家たちのほぼ一致した見解である。なお、ワトリングの名は後に、アングロサクソン人によって付けられたもので、この戦いの名称に用いるのは、本来時代錯誤でもある。43年、ローマ帝国は、規模の小さな王国が多数併存していた、ブリタンニア南東部への遠征の途上にあった。ただし、征服といってもそれは、比較的緩やかなもので、軍事的に占領された王国もあったが、一方で帝国と同盟を結び自治を維持していた国も多数存在した。そのような独立王国の一つ、現在の東ブリタンニアノーフォーク地域を支配していたイケニ族の王プラスタグスは、自身の死後も独立を保とうと、王位継承権を持つ二人の娘と共に、ローマ皇帝共同統治者とする遺言を残した。しかし、彼が60から61年頃に亡くなると、彼の思惑は無視された。ローマ人は領地を奪い、非道にも彼の家族に大変な屈辱を味わわせた。彼の未亡人ブーディカは鞭打たれ、二人の娘は辱められた。さらに奢侈な生活を好んだ行政長官、デキアヌス・カトゥスやローマの財政官たちは、債務の返済に充てるためイケニ族の財産を、没収し犯したとも推測されている。それは、ガイウス・セートニウス・パウリヌス総督率いる軍が、ウェールズで戦闘に当たっていた時だった。ブーディカが指導していけ、二族は立ち上がり、古地カムロドヌム、現在のコルチェスターを植民地として奪われていた、トリノバンテス族など周辺部族と連合し、反乱を起こした。最初の標的は、このカムロドヌムとなった。この町に対し、反乱軍は強い憎悪を湧き上がらせていた。ローマ軍隊役軍人たちが作り上げた、この町にあった前皇帝クラウディウスを祀った神殿が、トリノバンテス族を搾取し、その財産と労働力で建設したものだったためである。カムロドヌムを吸収したブーディカ軍は逃げ遅れた人々をすべて殺し、反乱勃発の元凶の一人カトゥスは、方法の体でガリアに逃げた。ブーディカ軍は次の進軍先をロンディニウム、現在のロンドンに定めた。スエトニウス軍も同様にそこへ向かったが、都市防衛には要員が足りないと判断して、ロンディニウムには入らず、結局この町も逃亡に成功した一握りの人々を除き全員、殺害され、焼き払われた。反乱軍が破壊に興奮し、次の家をウェルラミウム、現在のセントオルバンズに定め北に進む頃、スエトニウスも現在では、ワトリング街道と呼ばれる、ローマ街道に沿って北上しつつ、軍の補強に徹した。タキトゥスによると、スエトニウスが指揮する、第14軍団ゲミナに加え、第20軍団ウアレリア・ウィクトリクスからの派遣隊、可能な限りの予備役兵らを傘下に収め、総勢1万人の兵力を組織した。ただし、エクセター近郊に展開していた第2軍団、アウグスタは、不可解にもこれに加わらなかった。なお、同じく、ブリタンニアに展開していたクイントゥス・ペティリウス・ケリアリス、率いる、第9軍団ヒスパナはすでにカムロドヌム奪回戦で、敗退していた。一方ブーディカ軍は、約23万人までその兵士の数を膨らませていた。数において劣るスエトニウスは、背後に迫るブーディカ軍を感じつつ慎重に戦場とナルチを選びながら、ワトリング街道を北上した。果たして彼が選んだのは、森と山海によって狭められ、その先には明けた草原が広がる地だった。狭窄な地形は、ローマ軍を側面や背後から向けられる襲撃から守り、そのためにブリタンニアの数的優位は削り取られる。そして、続く平原は身を隠す場所がない。スエトニウスは、軍団兵を密集隊形に配置し、軽装の予備役隊を側面に、機動部隊を両端に据え回戦に備えた。戦いを前に、指揮官は兵士たちを激しく鼓舞した。戦闘終結から50年と過ぎない頃にこの戦いを記録したローマの歴史家タキトゥスは、ブーディカの演説内容をこのように残している。ローマの思い上がりと傲慢さからは何者も逃れられないのです。奴等は聖なるものを見つけてはこれを壊し、清らかなるものを見つけてはこれを汚します。勝利を得るか、さもなければ滅ぶか。私は一人の女としてこの選択に挑むのです。ブリタンニアの軍は戦場の最後端に滅馬車隊を三日月状に配することが多かった。そこからは選手たちの妻や子供たちが戦局を見つめており、選手は家族に勇士と圧倒的な勝利を見せるために投した。これはゲルマン人を率いた二人の指導者、キンブリ族のボイリックスとスエビ族のアリオイストゥスがガイウス・マリウスやガイウス・ユリウス・カエサルと戦った際も見られた。タキトゥスはまた兵士たちを前にしたスエトニウスの語りも残している。あの騒がしい蛮人どもなんか恐れるに足らない。あいつらは女の尻に敷かれた情けない連中なんだ。奴等は戦士なんかじゃない。証拠にあの貧弱な武装を見てみろよ。俺たちの武器と着替えを見せつけて、やっつけてしまおうじゃないか。そして、一団になるんだ。槍を投げて、前に進め。盾で、奴等を撃ち、剣で止めをさせ。略奪は忘れろ。勝って、もっとたくさんの戦利品を得ようじゃないかと戦術を伝えた。タキトゥスも、同時代の多くの歴史家の例に漏れずこのような場面ではもっと戦場的な演説を創作し、書き上げるのが常だが、この、スエトニウスの下りだけはあまりにも異質で生々しい。これは、後に彼の義父となったグナイウス・ユリウス・アグリコラが、スエトニウスの参謀として従軍しており、かなり正確な情景が伝わったためと考えられている。なお、カッシウス・ディオがローマ史の中で伝える演説の内容はかなり異なる。ブーディカと彼女の大軍は草原を横切って前進し、大規模な正面攻撃を仕掛けて狭い地形へ。殺到した。ここで彼らの整備されないままだった指揮命令系統が災いし、進軍するにつれ街道は押し合いへし合いの状態となった。約40ヤードほど進んだところで、ローマ軍はピルムと呼ばれる槍の投擲をはじめ、戦局は一転した。ピルムの方は曲がりやすく、縦に刺さると容易には抜けなくなってしまう。敵は重い槍が突き刺さり邪魔者になった盾を携え続けて、機動力を失うか、それとも捨て去って防御力を失うかを選ばざるを得ない。それどころか、反乱軍の中で堅牢な盾を持つ者など、数えるほどしかおらず、彼らは大打撃をかぶった。そこに、追い打ちをかける、投げ槍の第2波が襲った。ローマ軍の兵士は、通常2本のピルムを携えており、この攻撃で、ブリタンニア軍は柴叩く間に数千人が倒れ、その優位は一気に消し飛んだ。反乱軍の混乱に乗じ、スエトニウスは、兵卒や予備役に、ローマ軍伝統のファランクス陣形を V 字編隊、ウェッジフォーメーションに改組させ、ノコギリの歯型状とした前線を前進させた。修練を積んだ優秀なローマ兵は、ピルムを手にせずとも、勇敢さを失いはしなかった。武器や鎧は明らかに勝り、策略にはまった敵は、身動きさえ満足に取れずただひしめき合っているのみ。さらに、槍を振りかざした機動部隊が側面から戦闘に加わり、ブリタンニア側の状況はさらに悪化した。被害が尋常ではない域に及ぶと、反乱軍は退却を試みたが、後方に配した滅馬車の列が邪魔となって、思うように進まない。よもや完全に包囲され、袋のネズミとなった、ブーディカ軍になす術はなかった。ローマ軍の攻撃は兵士にとどまらず、女や子供、煮薬用の動物にまでも向けられた。こうして一方的となった戦闘は終わり、400人ほどに収まったローマ側の犠牲者と比べ、ブリタンニアの死者は8万に上ると言われている。敗軍の将、ブーディカの末路は、タキトゥスによると服毒自殺を遂げたと、ディオによると病死指定帳に埋葬されたとある。この戦いに加わらなかった第二軍団アウグスタを指揮していた司令官ポエニウス・ポストゥムスは、戦勝の知らせに触れ自らの栄誉が地に落ちたことを悟ったのか、剣を持って自殺した。一度は、ブーディカ軍に敗れたクイントゥス・ペティリウス・ケリアリスは71年に、ブリタンニア長官に任命され、逃亡したデキアヌス・カトゥスについては、何の記録も残ってない。皇帝ネロは、反乱放棄の知らせを受けて激しく動揺し、ブリタンニアからの全面撤退を考えたと言われている。しかし、ブーディカ軍鎮圧を知り、ブリタンニア遠征の継続を決めた。だが、残党狩りの準備を進める。強硬派のスエトニウスと恩恵に転じたネロとの間には意思の齟齬が生じ、スエトニウスは解任され、ローマに呼び戻された。彼は68から69年の内戦では音に属したが、クレモナの戦いで敗れ、以後の履歴については記録がない。一旦は沈静したブリタンニアだったが、現地人の鬱積は完全になくなったわけではなかった。69年には、ブリガンテス族ベニュティウス王の反乱など、ブーディカの孤児よりも深刻な打撃をローマに与える、戦乱はその後も続いた。ワトリング街道の戦いが行われた場所は、タキトゥスが少々触れた程度で、いかなる歴史かも、明確に断言していない。言い伝えの中には、キングスクロスの旧バトルブリッジ村がそれだと示唆するのもあるが、タキトゥスの著作の中に、スエトニウスがロンディニウムまで戻り戦ったという記述はない。推測に多くあるウェストミッドランズ州、またはローマが築いたワトリング街道、現在英語ロードに沿ったロンディニウムとウィロコニウムとの間のいずこかという意見にあまり異議は聞こえてこない。もっともらしい説の中には、などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。